皆さんこんにちは。手打ちそば翔平、店主の立岡です。当店は国道4号線沿いに店を構え、創業32年となりました。そんな当店のおすすめは三色そばです。噛み応えのある太打ちの田舎そば、真っ白なさらしなそばにケシの実を練り込んだ香ばしいケシ切りそば、抹茶を練り込み鮮やかな緑色が美しい茶そばとなっています。さまざまな味が楽しめる当店の看板メニューです。この他に旬の食材を使った変わりそばや出汁の効いた辛口のエビ天カレー南蛮もおすすめです。古河市にお越しの際は翔平でいつも変わらない味をお楽しみください。お待ちしております。私は今回初めてなんですが、家族がよく来てます。今日は柚子切りそばと天ぷらです。柚子の香りがして美味しかったです。すごくこうアットホームな落ち着ける感じでいいです。エビ天カレー南蛮そば、カレー屋さんのカレーじゃなくやっぱりそば屋さんのカレーって私もともと好きなものですから、やっぱりその味っていうんですか、そば屋さんのカレーは前から好きですけど、ここの確かに美味しかったですね。なかなかいい雰囲気で気持ちよくごちそうになりました。